こんにちは、サイクルウォークです。いつもご視聴どうもありがとうございます。ことわざで芸は身を助けるっていうものがありますけれども、私今回は道具は身を助けるっていうことをお伝えしたいと思います。で、何かというとですね、ヤスリを買い替えたんですね。で、私以前ダイソーで買ったダイヤモンドヤスリでちょっと形違いのディレイラーハンガーをこうやって削って形を整えてなんとかこう間に合わせたっていう話をしたんですけれども、その時にそのヤスリを見てた視聴者の方から、ヤスリはいいものがありますよと、ツボさんというのがあるんですよということで、ツボさんのダイヤモンドヤスリ買ってみたんですよ。これですね、ツボさん。最初私はいい道具は身を助けるっていう風に言ってしまいましたけども、これまだ使ったことがないんですね。これから開けるんです。ただ見る限り絶対期待に応えてくれそうな気がするんですよね。なんで今回はこれを開けるっていうだけじゃなくてですね、ちょっと実演をしてみたいと思います。で、実演はというと、一つはこちらなんですよね。ちょっとマニアックな話なんですけど、これってキャットアイのボルト300っていうちょっと昔のライトなんですけど、そのマウントのこのボルト、このボルトが相当六角レンチ穴がちっちゃいんですよ、なぜか。それでこれが 1.5 ミリという六角レンチを要求するんですけど、私の持っている六角レンチはなんかやばいのかもしれませんけど、これを強く締めるとこうクッとここが削れてしまって、角が削れてダメになっちゃってるんですよね。ですから本当はいいやつを買い直すっていうのはいいんですけど、この六角レンチをちょっとこのヤスリで再生してみたいっていうのが1点。もう一つは、私が乗っている1号さんっていう小径車があるんですけど、それブロンプトが標準搭載しているスターミーアーチャーっていうイギリス生まれの3段内装変速機がついてまして、でそれが要求するシフトケーブルっていうのがですね、エンドダボのところの形が違うんですよ。直径がこのシマノのよりも相当ちっちゃいんですね。本当は専用品買ってくればいいんですけど、それを買うとまあそこそこの値段するっていうことで、今までシマノの安いやつで間に合わせてたんですね。でそれを作るのに、要はこのエンド部分を削るのにヤスリを使ってたんですけど、そのヤスリがけって案外大変だったんですね。でこれ3つを使ってそれが効率化、スピード化が測れるかっていうのをやってみたいということで、今回事例を2つ用意してやってみたいと思います。それでは始めましょう。さて開けてみましょうね。これ見るからになんか良さげな形をしてて、定評があるヤスリだっていうことは Amazon の評価でも出てたので、これが期待に背くことはないような気がしますね。うん。でちょうど削りやすい、金属を削りやすい目の細かさになっていて、でこのダイソーのやつは割とまあ気に入ってはいたんですけど、もうアルミの粉とかが目に詰まっちゃって、ちょっとね、ちょっと効率性が下がってるんですよね。でなぜかこっちの方は目が細かすぎて全然ダメで削れないんですよ。ということでこれに非常に期待しています。それでは第1の作業やっていきましょう。六角レンチの面取りですね。この部分が丸くなってしまっているので、この部分だけを削るっていうものなんですね。でやり方としては万力を使いまして、万力でがっちりこの六角レンチを固定して水平を保ちながら鋭利に研いでいくっていう感じですね。では今の断面をちょっと見てもらいましょうか。アップにしましょう。それでは削る部分をアップでご覧いただいてます。非常にちっちゃい部分なんですけど、この部分が角が甘くなっちゃってるんですよね。だいたいだから1ミリ弱ぐらい削るって感じですかね。でその時に漫然と削っちゃダメで、完全に垂直に削っていかないといけないっていう、まあちょっと高度な技が必要になってきます。がっちり固定してこれから削っていきます。はい、やっていきますね。まっすぐ削ると、まあかかりがいいですね。うん、これは削れそうだ。あ、すぐ削れてるな。うん、あ、いい感じですね。これでいけちゃったかな。うん、これでいいですね。ちょっと断面をアップでもう一度ご覧いただきましょう。はい、いかがですか。相当鋭く削れたと思うんですよね。でこれでボルト300のネジをもう一回締めてみましょう。さてどうですかね。やってみますよ。ああ感じいいですね。うん、これでしっかりと引っかかったって感じがしますんで、これでちゃんと締められます。これで1件目は落着ということですね。
ただ不思議なのはボルト300とかボルトシリーズってなんでこんなちっちゃい六角穴を使うんでしょうね。こんなネジがでかいのに。それが謎。まあちょっと世の中謎が多いです。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次は私の久々登場の愛車1号さんです。で、今シートポストとチェーンがないですけど、今それメンテナンス中なんでちょっと気にしないでください。で、今回はシフトワイヤーの取り替えです。シフトワイヤーはここにシフターがあって、ここからアウターケーブルを通ってここまで来ます。で、今出てるこれがそうですね。これのシフトワイヤーのこっち側の受けの部分が非常に特殊なんですね。で、ちょっと見てみます。それで今からワイヤーを切ってこの受けの部分出しますんで、ちょっと見ててください。出します。はい、見えましたかね。こんな感じになってると。で、もともとブロンプトの標準のワイヤーって四角じゃないんですよ。丸型でもうちょっと直径が小さいんですね。ところが、まあ私はあのカスタムで削るっていうことを考えると、丸型に削ることできないので四角に削ってしのいでるということなんですね。で、このワイヤー新しくしてしまいます。もう2年ぐらい経ってんだと思うんですよね。ちょっと怪しいので、もう引き抜いて新しいのを作って、で、交換してしまうことをやります。それでは作業始めますけど、今回は万力は使いません。今回は削る部分が非常にちょっと細かいんで、ちっちゃいところなんで万力の台座を削ってしまう可能性もあるので、違うやり方をします。で、これ皆さん何ていうか知ってます？これバイスプライヤーって言うんです。これ非常に便利で、バイスプライヤーを使うと人間の手が1本増えるんですよ、言ってみれば。で、こうやってこの削りたい部分をバイスプライヤーにこうかませてあげるわけです。で、この部分を四隅を削っていくってことになります。で、バイスプライヤーってこうやってロック機構がありますから、がっちり止まるんですよね。それでこのバイスプライヤーをこんな感じで止めてあげる。そうするとここががっちり固定されますんで、あとこうやって削っていけばいいんですね。ちょっとやってみます。で、ワイヤー傷つけないようにします。で、すぐこれだけ平面が出たので非常に効率いいですね。ということで、同じことをやるので4面ともやってケーブルを完成させてしまいますね。はい、無事加工完成しました。もともとついてたのがこちらですね。これです。まあ問題なく入ると思います。で、先ほど合わせてみたんですけど入りました。ということで、作業時間はね15分ぐらいですかね。もともとこれ作ってた時はダイソーのヤスリを使ってね30分ぐらいかかったんですよ。スイスイと終わりました。はい、時短です。時間短縮とともに精度も高いと思います。まさに道具は身を助けたということでございました。はい、愛車1号の整備終わりました。これで明日から気持ちよく乗れます。はい、いかがだったでしょうか。今回はツールのご紹介ということでヤスリを紹介しました。で、ヤスリは何のために使うって定まってるわけじゃなくて、あってしかるべき、まあ万能ツールだと思うんですよね。いいものを一本持っとくと損はしないし、いつか確実に役立つものだと思います。今回最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。